1 9 0年代末から1960年代初めにかけてイギリスのポップミュージックシーンを席巻した。クリスチャンに回収後、その音楽はポップスからロック寄りになる。アメリカにおいてはイギリスほどの成功を収めることはなかったが、イギリスでは映画やテレビにおいても成功し、いくつかの国でも同様の成功を収めた。1970年代初頭はやや落ち着いた活動に、 終始していたが1979年に、コングラッチュレーションズ以来、11年ぶりに、恋はこれっきり、が前衛、ナンバーワンに輝き BBC ニュースで速報として、伝えられるなど話題となり再び第一戦に、返り咲いた。これより数年間は本国のみならず、アメリカや日本でもヒット曲を量産した、黄金期であった。 ハリー・ロジャー・ウェブは1940年10月14日、インドのラクナウで生まれる。1歳の時にラクナウからコルカタに移るが、一家は1947年のインド独立の後、イギリスに帰国する。16歳の時、エルビス・プレスリーの、ハートブレイクホテルが停車中の車内から聞こえてきた、ことに触発され自らスキッフルバンドを結成。 17歳になりロンドンの双方地区にあるカフェバー 2IS に出演し話題を集めるようになり当時のコロンビアレコードの音楽ディレクターでもあるイギリス音楽界の大御所ノリー・パラモアーにデモテープを送り認められるイギリスが生んだ自前のロックンローラーが誕生したのであるデビューするにあたり何か良い芸名がないかと考えた末クリフ・リッチャードと決まりバックバンドが ザ・ドリフターズ。これが、ブリティッシュ・ロックの夜明けである。後にこのザ・ドリフターズは、シャドウズと改名し、クリフとシャドウズとして君臨することとなる。1958年8月に発売された、デビュー曲、ムーブ・イットは、ブリティッシュチャート2位を記録。ここからクリフ・リチャード・エコーの60年が始まる。ありがとうございます。